ちょうど PS4 で今大会やってるんですよ。APEX の大会 PS4 でやって、で、なんか何が起こったかっていうと、なんか、上位チーム、なんか20分の十数チームぐらいが、まあ、棄権する状況になってるんですね。まあ、棄権って言ったら、まあ、自分から下がったような感じですけど、ではなく、まあ、あれですね、失格ですね、失格。かなり多数のチームが失格やらになってるんだけど、まあ、なんでそんなことやってるかっていうと、上位チームの、なんか、一部が、代行してるとかで、代行に手を染めたことがあるとかで、なんか、まあ、失格になって、で、それを皮切りに、なんかもう、暴露大会みたいなの始まって、うん、いや、こいつも代行したとか、こいつもコンバーターとか、暴露大会が始まって、結果、まあ、その20分の十何チームが、失格なり危険なりする結果になったっていう。多分本人たちも別に、こんなことになるならって思った人は絶対いると思うんだよな。下手すりゃマジ今後永遠に大会出れないからさ、今回失格になった人たちって。別に、まあ、それは今回のあれが、ただ、今回のあくまで明るみになっただけだけど。まあ、どっかで必要なあれだったなとは思う。ただ、主催の人はめちゃめちゃ可哀想だなって思った、僕は。まあ、主催の人って言ってもフォニーだけど、まあ、絶対でも担当者の方がいて、まあ、エイペックスで大会やりたいなと思ってやった結果が、これは、まあ、マジで泣きたい結果だろうなって思うけど、まあ、でも、どっかで必要だったね。こんぐらいのことないとやめないっしょ、マジ。変な話。この界隈って公正のチャンスないよね。まあ、その公正のチャンスって言うとすごい聞こえはいいけど、なんか別にその、なんだろうな、もうちょっとこっちが譲歩するべき内容だったらいいんだけど、いるし、なんか、譲りようなくない？そんなん。コンバーター使ってました、チート使ってましたとかいう人間に、なんで我々がこの公正のチャンス、かっこ笑いを与えないといけないのかは。そう、なんかもうちょっとそうね、やむにやまれぬ事情みたいな、こう、あったら、話は変わってくるけれど、あまりに私利私欲すぎるんだよな。やむにやまれぬ事情で代行するって何？やむにやまれぬ事情でコンバーターやらチートやらに手出すってのは分からんけどね、煽り行為やら。復帰するチャンスはいらないんじゃないかな、本当に。なくていいと思うな。Twitter で談合を募集しててゲームの楽しみ方はそれぞれなのでってツイート見せてきてやったら、ゲームの楽しみ方はそれぞれだけど、まあ人の楽しみを阻害しちゃいけんよね。それはもうモンスターハンターで卒業しないといけない。まあ楽しみ方が人それぞれなのは否定しないけど、本当それは人の楽しみを阻害しない範囲での話になってくるよね。